皆さん、こんにちは。バンチャンネルです。YouTube Life いかがお過ごしでしょうかこの動画では、今皆さんご覧になっている YouTube の動画管理画面の一番上にある動画、えー、こちら50年前の動画ガジェット云々というものなんですが、こちらがですね、アップロード、動画の処理が止まったままになるという、えー、YouTube ヘルプのトピックがあるんですけど、えー、動画 ののの、えー、処理時時間はは動画の形式フファイイルサイトアッップロード時のトラフィックによってて異なりまますすとと書いてます、まあ,あとは以下省略でここがちょっと注目なんですよね。8時間経過しても動画の横にアップロードが完了し、現在処理しています、しばらくお待ちくださいというメッセージが表示される場合は、次の手順で YouTube サイトから動画を削除し、もう一度アップロードしてくださいということで、まあ、これがまさにですね、こちらですね、アップロードが完了しましたというこの部分なんですけど、ただですね、YouTube の公式が言っているように、8時間 待てというのはですねあくまでもこれ最長という意味なので一般的にですね私の経験則上ですね4.4キャバイト30分ですねまあ半時間ぐらいの動画ならですね、まあ、何らかのアクションがアップロード後まあ1時間ぐらいで行われるはずなんですので今回の動画はですね34回まあこの動画の撮影も含めて34回もっとした4五回ですねアップロードを試しました最初の頃はですねアップロード後3時間。 待ってたたりとかしたんで少なくともこの8時間経過してもというこの、まあ、ケースには当てはまらないというか、まあ、これはあくまでも YouTube が想定している最長の時間なので基本的にはまあ30分ぐらいの動画ならですね1時間が2時間後ぐらいに、まあ、アップロード後ですよアップロード後1時間が2時間後ぐらいには、まあ、何らかの,その一般公開できるような状況になってるはずなんですよででねで YouTube でサポートされているファイル形式というのがございましてまあこれだと アップロードそして一般公開が早まるということで、まあ、この中にですね私が今回アップロードした動画の mpeg4 ですね、まあ、いわゆる mp4 も含まれておりますので youtube でこの動画ファイル形式がサポートされていないということではえなさそうですねさあ動画のレンダリングがただいま継続中でございます、まあ、せっかくなのでですね動画ののアップロード処理が進まない時の原因 と考えられるものがですね YouTube ヘルプの公式で載っておりましたので紹介したいと思います動画のアップロードに時間がかかるまたはアップロード処理が進まない時のヒントということですファイル形式が YouTube でサポートされているものかどうか えー、そして、まあ、サイズですね。まあ、サイズというのは要するにあの容量ということですね。容量少ない方がいいんじゃないかということです。そして、他ですねインターネット接続が遅いということですね。まあ、これは、ね、考えられないですね。というか、そもそも今回の状況がアップロード後の処理の遅延ということなので、これは関係ないと思います。アップロードトラフィックが多いということなんですけど、まあ、これは要するに回線が混んでる時間か混んでない時間かということですね。まあ、これもアップロード後の処理なので関係ないですね。 あまあ、関係ないことはないんですがね、YouTube サーバーにアクセスが集中しているときは、アップロードであっても動画の処理に時間かかる場合があるということやと思います。そして、えー、解像度ですね。まあ、これはあの動画の容量に関係する話ですが、まあ、こちらも今回は関係ないような気がしますね。今回はこちらの YouTube ヘルプの公式の記述には、えー、特に解決策が見つからないような気がいたしますね。まあ、というわけで、ただいま、あ今、 動画のレンダリングが終わりました。ファイル出力が終わりました。えー、今度は Chrome で再アップロードに挑戦ということで、こちらのアップロードしても、まあ、その後の処理が進まなかった動画を消します。まあ、これは先ほどと同じ手順ですね、えー。はい。で、これで動画削除されました。さあ、では、番、えー、チャンネルに34分18秒 4.46GB MP4 ビデオですね。 えー、ではこちらをまずはアップロードします、まあ、アップロードはうまくいくのですがその後の処理が問題ですねアップロード完了を待ちたいと思いますせっかくの機会なんでね、まあ、先ほど少し触れました YouTube でサポートされているファイル形式を見ていきたいと思います MOV とか MPEG4 とかね MP4MP4 と MP4 違うんですかねちょっとここもよくわからないんですけど、まあ、この辺りはメジャーなファイル形式なんですよね WMV とかね 初めて見ましたね DNXHR とか PRORES とか c i n e f o r m って読むんですかねこの HEVCH265 とか、まあ、この辺りのねファイル形式、まあ、FLV までは軽くして分かるかなこの 3GPP っていうのは昔の携帯の動画ファイルなんですから、ねまあ、とにかくねあのマイナーなファイル形式っていっぱいあるみたいで、まあ、円滑にアップロードそしてその後の処理を進めるには YouTube が サポートしているファイル形式で動画を作成、書き出し、編集した方がいいような気もしますが、えー、あと2分ですね。今、時刻がね、もう3時36分なんですよね。いやいやいや、眠いです。アップロードが完了いたしましたので、えー、完了をクリックいたしましょう。で、ご覧の通りですね、アップロードはもう完了したんですよ。もうここまではね、何の問題もないんですけど、 その後ですね、この0%処理済みがいつ終わるかということですね。えー、というわけで、もうね、ちょっと、もう深夜の3時40分なんで、ちょっと、もうこの、まあ、まあまあ、とりあえずアップロード完了した、アップロード完了したらですね、このアップロードしているブラウザーは消しても大丈夫なので、ブラウザー消して、パソコンシャットダウンしてですね、まあ、数時間後また結果を皆さんと一緒に情報共有したいと思いますので、 えー、もうちょっと動画続きますさあ、えー、3時間40分後ですね朝になりましたがさあ以前処理が開始されましたの文字は消えておりませんこれは明らかにおかしいですねいやーどうなってんでしょうか YouTube のサーバーがおかしくなってるのか番チャンネルのチャンネルがおかしいのかもしくはアップロードしようとしてるこの動画に何か不具合があるのか うん、全く分からないですね。ちょっとこれはあの、まあ、一応ね、YouTube の公式ヘルプには8時間後って書いてるので、あとまあ4時間ちょっと待って、ちょっとその8時間後の様子も確認したいと思います。えー、もうちょっと続きますの、ね、で、皆さん最後までぜひお付き合いください。 というわけでテスト動画を今作成しました11.6メガバイトで長さが20秒ですねフルハイビジョン60フレームの MP4 ビデオのテストファイルテスト動画を作成いたしましたではこちらをね試しにバンチャンネルにアップロードしてみたいと思いますこれはちょっと衝撃の結果ですねやっぱりすぐにアップロード後に処理が始まってほらもう95%処理済みになりましたね一応これ完了してあ ほらこちらちゃんとこのこの部分ね画面も出てきたしで処理が完了しましたの文字が出てきましたねじゃあ一応完了を押しといてあ、えー、先ほどアップロードしたばかりの動画はえちゃんとこの処理が開れましたという文字がなくこのアップロードした年月日ですねあと時間が表示されておりますううとさあ再び戻ってまいりました えっとですね、今のご覧になっている YouTube の動画管理画面なんですけど、こちらのね、あの下の方が前のシーンで、えー、アップロードして、えー、待つという動画ですね。もう結局ね、こちらね、アップロード終わってから8時間は余裕で経過いたしまして、というよりももう16時間が17時間ぐらい経ったんですけど、いずれ処理が開始されましたの、表示は消えなませんね。まあ、これは要するに YouTube 側の 基準からするともう削除すべき動画になってしまいました。でね、まあ、その上にテストアップロードして無事、アップロード後の処理も終わった動画があるんですけど、その上ね、もう一個ね、処理が開催ましたとありますが、こちらですね、これですね、次は HD アップロードという名前のこの MP4 の動画ファイルですね、これをですね、実は先ほどの動画撮った後に、仕事先の事務所の回線を使ってアップロードしてみました。まあ こちらの、ね、最新のアップロードした動画も今日の朝の10時頃にアップロードしたのでもうそこから数えると10時間ぐらい経ってますね10時間ぐらい経ってアップロード後10時間経ってますがこちらも処理が開始されましたの、えー、文字が消えないので、まあ、これも YouTube の基準からするともう削除すべき動画ということになりました、まあ、というわけでね結果的には今のところまあ現状なんですけど全く改善はしておりませんただですね1つ、 まあ望みを託すようなことがございましてというのもこの一番最新の動画をアップロードしてからも処理が開始されましたら文字が消えなかったので実は私 YouTube ヘルプにメールをいたしまして、まあ、今回の件どうなっているのか解決策を教えてほしいということでメールをするとですねなんとそのメールを送ってから2時間後ぐらいに YouTube サポートから返信がございまして、ね、これはあのメールの内容をコピペして個人情報とか消したものなんですけど問題ご報告ありがとうございます YouTube の技術チームが調査したところ技術的な問題が影響していることは確認できました現在エンジニアが問題解決に取り組んでおり解決策に使い次第問題を修正いたしますご不便をおかけしておりますが現在のところ問題解決の答え的な事ジはまだお伝えいたしかねますが、まあ、うんうんということで YouTube クリエイターサポートチームの方から迅速な返信をいただきまして まあこのメッセージによるともうそのままにしといてくれと、まあ、この後もね何度かこのチームの方とはやり取りしたんですけど結局動画はそのままにしといてくれとで、まあ、ここに書いてる通り技術的な問題が影響していることが確認したできたということでまあこの技術的な問題を今解決してくれているとこなのでいつ解決できるかわからないがまあいずれか解決もしくはその次の 手を打つようにまあこれがね本当とに今回の、まあ、この長い動画になりましたけど一番こう希望の持てるメッセージでしたね YouTube クリエイターサポートチームの担当者さん本当にありがとうございます。まあ、というわけでですね、まあ、今回ですねかなり長い動画になったんですけど結局のところ今回問題になった動画ファイルですね MP4 ファイルの、まあ、なぜアップロード後の処理が進まないのかっていうことはですね今のところ 不明ということで、まあ、今後ですねこの問題進展いたしましたら随時ご覧になっている番チャンネルで動画レポートとして公開していきたいので皆さんぜひ今後の展開をご期待くださいというわけで今回もね長い間お付き合いいただいて本当にありがとうございましたこの動画が快適な YouTube ライフを目指している皆さんの一助になれば幸いです動画内容面白かったなもしくは役に立ったなという方はですねぜひ グッドボタンを押して、そしてまだの方はバンチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今年中にチャンネル登録者1万人を目指していますので、ぜひ皆さんご協力お願いいたします。それでは次回の動画までさよならです。良い一日を、そして良い YouTube ライフを。です。後日談なんですけど、ご覧のようにですね、最初にアップロードしたこちらの動画ですね。 アップロードしてから24時間以上が経過して今、まあ、29時間目なんですけどなんとですねまた新しいメッセージが出てきましてこれわかりますかねこれねアップロード失敗ファイルを処理できませんでしたというメッセージが出てきました この処理が開始されましたメッセージもすで、えー、に消えておりまして年月日が出てますね。要するにこの動画のアップロードを開始した時間ですね。右の方にはこの削除というね、これも今までない表示が出てきました、まああの。YouTube のサポートチームの方から動画の削除はやめといてくれと言われてますので、とりあえずこちらの一番最初にアップロードした部分も削除はしないでこのままにしておきます。 2回目にアップロードした分については、依然処理が開始されましたの、表示が出たままですね。まあ、こちらも特に変化はございません。というわけで、後日談でございました。今後、どのようになるか、注視していきたいと思います。あと、今気づいたんですけど、Google Chrome のデザイン、ちょっと変わってませんこのプラスのあたりとか。なんか,なんか全体的にこう丸みを帯びたような感じがしますが、 気のせいでしょうか、えーえー。この前に撮った動画と比べたらわかるかもしれないですね。えーまあ、というわけでね、えー、皆さん改めまして、この動画だいぶ長くなりましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。この後の状況も変化があり次第バンチャンネルで情報を発信していきますので、ご期待ください。えー、では改めまして、皆様、さよならです。良い一日を、そして良い y o u t u b e ライフを。ちなみに、ただいま、 Gmail を確認しましたが YouTube サポートチームからは新しい連絡が来ておりませんでした。